J1 リーグは今節を含めて残り6試合、シーズンも終盤戦です。2020明治安田生命 J1 リーグ第29節、横浜 FC と清水エスパルスの一戦をお送りします。ゴールキーパー南です。以下瀬古、田代、小林、七、安永、武田、中山、斉藤浩介、松浦、一味と入っています。前の試合からは3人を変更しています。そして三浦和義がメンバーに入っています。対する清水です。ゴールキーパーは今日大久保です。以下奥井、バウド、達田、武坂、宮本、竹内、金子、後藤、鈴木、そしてジュニオール・ドゥトラです。こちらは中3日で市民を変更しています。さあ中山右サイドクロスボール、中ディフェンス当たって跳ね返った、拾って前に送っていきました、右に外れました。安永のフィニッシュです。鈴木が受ける、ゴール前にはドゥトラ、そして後藤も上がっていく、仕掛ける鈴木、クロスボール、グラウンダー合わせた、清水先制、金子のゴール、金子今シーズン4得点目、5分に清水が先制しました。見事ですね、これは。まず鈴木唯人が良かったですね。スピードでちょっと前出たんですけど、やっぱり彼体幹も強くてフィジカル的にも体も強いで、こう自分のものにボールをしてこう倒れなかったで、うまく折り返したタイミングで金子も入ってきたんで、ちょっと早く入りすぎたかなと思いましたけど、うまく右足残してインサイドでフェイス作って合わせましたね。さあドゥトラ奪って、ドゥトラ左足、追加点、あっという間の追加点です。アベの清水が0対2リードを広げていきます。まあ、ここは南のボールをボランチ安永に入った時にこれ2人でこう挟んだと、でそこでもうポイントが3つ4つありましたので、ディフェンダーの方とすると守備をこうしにくくなりましたよね。まあ、下もスリッピーな分インサイドキックで逆サイド、ここもね倒れるかなと思ったけど、やっぱり倒れなかったですよね。見事なゴールです。松浦から七、ゴール前には一味と斉藤浩介、七が仕掛ける、かわしていく、クロスボール、ファーサイド中山、ヘッドは枠の右でした。七のクロスに中山でした。もう少し逆サイド、中央にこう合わせるぐらいのヘディングのイメージでいくと良かったと思いますけどね。キーパーに戻して、そこに斉藤浩介、コースを切りに行った。さあ連動してプレッシャーに行くが、そこを剥がして清水、後藤が受ける、右にスペースがある、金子、金子、奥井が上がってきた、うまい、竹内、清水3点目、38分、ボランチの竹内がゴール前走り込んでいました。竹内は今シーズン2ゴール目、見事な追加点です。全てが連動してましたね。さあスペース、中山、ゴール前には一味、中山コントロールして、これがつながる、マギーニョをえぐってグランダー、こぼれてきた、跳ね返って、さあセコ、うまい、セコ1点返したい、この FC56 分、セコの今シーズン2得点目。さあ反撃ののろしを上げました、横浜 FC です。マギーニョがここコンタクトしてスペース作って折り返したところで、この金子のクリアに対してポジション取ってる瀬古が、でボールの最初のファーストタッチがかなりボール速いところいましたし、レフリーがちょっと邪魔になったんですけど、ここも落ち着いてキックフェイントで相手を食いつかせた、で最後もこれ浮きがちなんですけど、ボールがよく抑えた、ストレートで相手にディフレクトしてますけどね、見事なゴールでしたね。ブロックしたボール前に送る、ヘディング、いやウェットラップからコントロール、後ろからシュート、跳ね返った、ドゥトラ
これもポストです。バーとポスト、なかなかこれ2本連続でね、こういう風にあのバーとポスト当たることないですけど、斉藤光介からスペース、一味がタッチライン際残したか、残している中上げていく、合うか、触ったか、最後は草野でした。今入ったばかりの草野です。ここで横浜FC最後の交代です。皆川が入ります。斉藤光介を下げて皆川、今日三浦和義はベンチに入っていましたが出番はありませんでした。ここもディフェンス来ますが失わず、ここで試合終了。1対3アウェー清水勝ちました。2試合ぶりの勝利。前半の3ゴール、そして後半1点返されましたがしっかり勝利をしました。一方横浜 FC は立ち上がりの連続失点が響いて3試合ぶりの敗戦です。